今年の4月の19日にですね出荷した基板の結果が返ってきました、まあ、この出荷の様子はあの以前の僕の YouTube の方でも上げさせていただいてるんですけれども、まあ、かなり、えー、コーヒーな基板を出荷させていただきました清錬所の方からこの伝票をねちょっとあのこれあの見せるなっていうことでちょっと動画で出すことはできないんですけれども ここぐらいならいいかここぐらいならいいですかねちょっと見えないと思うんだけどどれだけの貴金属がリサイクルできたかっていうのを皆様にご報告させていただければと思います、えー、まず CU 銅ですね銅が3 8 6 k ロ出荷した基板に対して6 0キロリサイクルできました そして、えー、AG 銀ですね銀が 365.9g の銀がリサイクルできましたそして AU 金ですね金が 91.6g リサイクルできましたそして今値段が高騰しているパラジウム PD ですね PD パラジウムが 10.9g リサイクルできました はい。これらはですね。まあ、前の僕の動画を見てもらったらわかると思うんですけども、ああいった感じの内容の基板を破砕して、で、ドロドロに溶かしてですね、乾式精錬という精錬方法でリサイクルするんですけれども、まあ、それで3 8 6キロに対して取れた貴金属が、まあ、こういった形となっています。まあね、皆さんね、結構基板から簡単に金が取れるとか、 パラジウムが取れるとか、まあ、そういうことをね、まあ、おそらく考えてしまう方が多いのではないかと思うんですけれどもこの都市鉱山に含まれる金とか貴金属っていうのは本当にわずかなんですよ簡単にお金儲けしようとかそんなレベルでできるビジネスではないんですよね。だから我々がこののっていう高品位基盤を 出して初めてこの量ですからまあその3 8 6キロほぼほぼ4 0 0ロの基板を出荷して金が1 0 0ム回収できないっていうことなんですよねだから相当にこの都市鉱山から貴金属を取り出して儲けようっていうのは非常に難しいということです皆さんが金の値段が上がったそれからパラジウムの値段が上がったからといって今からじゃあこの基板リサイクルの事業に 取り組もうかっってなった時にももうう断言しますすよ絶絶対無理です絶対無無理理でこれは何でリバーズエゴがこうビジネスとして成立できているかっていうと僕が本当に睡眠時間23時間しか寝ずにずーっと一人で機械をバラして基盤を取り出してずーっとそういうことを黙々とやってきたからできてるだけの話なんですよ。 だから僕は絶対に他の人では真似できないともう完全に自負してますだから僕は基盤のことに関しては惜しげもなく動画でも公開してますしで皆さんにそれを言ったからといって皆さんがそれを真似してできることではないと思ってますお金儲けにならないことっていうのは誰もやらないんですよ誰もやらないからこそ価値があるビジネスなんです手間がいっぱいかかって でなおかつお金にならないっていうことは基本的には皆さんやらないです皆さんおそらく楽して簡単にお金儲けしたいってほとんどの人が思ってるでしょだから多分 YouTube でも楽して簡単に稼げるっていうようなコンテンツ出したらすごいみんな見るんですよだからそれだけ多くの人が楽して稼ぎたいと思ってるんですよだけど残念ながらこの都市鉱山のリサイクルっていうのは楽して稼ぐっていうのは絶対に無理です ヤサグレメタルさん、あの、ご自身で塩酸で銅を剥離して金を取り出すっていうやり方で金を回収されてるヤサグレメタルさん。ヤサグレメタルさんも相当努力してますよ。本当にめちゃくちゃ努力してるし、めちゃくちゃ失敗してます。で、ヤサグレメタルさんの僕はいろんなリスクもあるし、もういろんな手間もかかるし、それこそ排液の処理にしかりそうですけど、相当大変なんですよ。だから僕は本当にヤサグレメタルさんのその、 家庭で金を取り出すっていうコンテンツはもう僕はそういう本当に努力されてるなっていう目線で見てますあ、ちょっとこれワンチャン金儲けできるんじゃねえかっていう多分目線でほとんどの人が見てると思うんだけど僕は本当に安倉メタルさんめちゃくちゃ努力してるなっていうそこのその努力とその苦労っていう部分でめちゃくちゃ僕はファンなわけなんですよね端子のところに金がついてるっていうね あれ金メッキっていうのも非常に薄いですからこれね3 0 0キロ以上3 0 0キロ以上ですよ3 0 0キロ以上あってようやく 91g ですからもうこれはね本当にもうあの全くと言っていいほど簡単なお金儲けにはなりませんはいまあこれはもう僕はずっとこのビジネスをやってきてもう重々分かってますのでまあだからこそこういうね こういうい都市鉱山のリサイクルっていうビジネスをする企業が本当に日本全国的に見ても少ないんですよだからこそ我々が存在する意義っていうのがあると思ってますもしリバーゼコっていう会社が機械を解体してパソコンを解体して基板を取り出して精錬所に送ってそして貴金属をリサイクルしなかったら全部参拝ですからね全部参拝になって皆さん参拝っておそらく 見たくないものはね蓋をして見ないっていうね感じでいると思うんだけど根菜の産業廃棄物っていうのは分ける手間がかかるから全部埋め立てなんですよ全部そのままダンプしてぽいパソコンが入ってるで、机が入ってるで、いろんなもんが根菜されてるっていうのは基本的に分けないんですよ分けたら人件費がかかるから余計な経費がかかるからそこまで分けないんですよだからもうほとんどのものをがっさり回収してガッサリぽいなんですよ そのだッサリぽいした中に貴金属が含まれてるパソコンが入ってたりノートパソコンが入ってたりそういったものも全部泥の中に埋められちゃうんですよだから僕はそれを防止するためにそういったパソコンとかそういう有価物になるものっていうのをきっちり分けてそれを着払いで送ってくださいっていう活動をしてます YouTube を通じて全国から多くの方がパソコンを送ってくれたり基盤を送ってくれたりしていただいておりますもう感謝 ででしかないです本当にもう皆様が僕の動画を見てくれてこの愛媛以外のところの方々がこうやって愛媛に基盤を送愛媛にパソコンを送ってくれるこれは本当に僕はありがたいことだと思ってましていろんな業者がいるんですよねこの、まあ、パソコンを買い取りする業者とかで基盤を買い取りする業者とかいろいろあるんだけれどもでリバーゼコっていう会社は 国内の、日本国内の精錬所で100%貴金属をリサイクルしてます。で、業者によってはおそらく高く買い取りする業者さんがおられると思うんですよ。まあ、このスクラップやってるあの会社さんだとわかると思うんだけど、高く買い取りする業者さんっていうのは、だ、だいたい中国系とか、そういう海外の方に流して、で、海外の方で貴金属を取り出す。経費の安い 方法で金属を取り出すそういったやり方をするから、もう通常の相場的には考えられないぐらい高い金額で基盤を買ったりする業者さんもいます。だけれども、僕はその海外の方の精錬方法っていうのもいろいろ見させていただいたんですけど、海外のそれっていうのは本当に、まああの、言っちゃ悪いけど、本当に環境のことなんか何一つ考えてないんですよ。海外のそれっていうのは。本当にでっかい、 あの、お鍋みたいなところでね、こう、炙って、炙って、ドロドロに溶かして、金だけ取り出すっていうね。金以外の貴金属の取り出し方法の技術がないから、だから本当に金しか取り出せないんですよ。だからそれっていうのは、単なるお金目的のビジネスであって、その、資源を有効活用して、再循環させようとか、そんなつもりではないわけなんですよ。金が、お金が、 金がお金になるっていう概念だけでやってることだから、だからそれは僕の中のそのリサイクルに対する概念のそれとは全く異なるもんなんですよね。だから、まあリバー税コよりもどこどこの方が高いよみたいなね、ことをね、言われる方結構いるんだけど、あの、まあ僕はぶっちゃけそれを言われたからって言って、そういった業者さんより高く買おうとなんか思ってません。そこの業者さんはおそらく、ああ、そういうルートで出されるんだなっていうのはわかるんだけど、 まあそれは僕は決していいとは思ってないですお金,お金にはなると思うけどねそっちの方がそっちの方がいくらもお金にはなると思うけどそのお金だけでやってるビジネスではないのでねリバーズ・ディコがやってることっていうのはだからまあ本当にお金だけのことを考えてる方だったらまあそっちにいくらでも出しちゃいいと思うしまあそういった高い 高く買い取りする業者がいるから、じゃあリバーゼーコも高く買うかって言ったら、高くは買いません。はっきり言ってあの。そんなことをするつもりもないし、我々のコンセプトとしては、ゴミになるものをきっちり回収して、それを日本国内で、で日本で再循環させようと、そういう意味合いでやってますから、なので、そういったコンセプトでリバーゼーっていうのは、この都市鉱山のリサイクルをやってます。 リバースエゴをどうやって金を取り出してるのかとかそういうのを見たいっていう方がいるんだけれどもこれはちょっと今交渉中なんですよであのその清涼所で汚水処理であったりとか乾式清錬とかするんだけれどもその撮影許可は絶対に基本的に降下りないです僕もあの結構言ってるけど絶対清錬所の中は撮影禁止ですしあの絶対に公開してはならないっていうルールがあるのでだから公開したくても公開できないんですよでだからそれががもし僕が このチャンネル登録者数が例えば10万人とか100万人とかそれぐらいの規模になったらおそらく精錬所さんは許可をせざるを得ないと思いますだってメリットが大きいからねその分だからチャンネル登録者数が全てではないっていう意見の方もお,おられるんですけどそういったビジネスにおいては結局数が全てなんですよね だから僕がチャンネル登録者数が1000人台とかそんな、そんな YouTuber にそんなリスクの高い発信をさ,されても困るしだからそういった数で実績を上げてこれだけの発信力がありますと。で、御社様にこれだけのメリットがありますっていうことを伝えないとそれは許可が下りないです。だから僕はまあ本当にチャンネル登録者数を増やしたいっていうのはそういった企業様に認めてもらえる発信力のあるコンテンツっていうのをまずは 目指しててやってますのでだから結構そういった意味でチャンネル登録者数にはこれからはこだわっていかなければならないなと思ってます。あぶっちゃけ言うとチャンネル登録者数と収益っていうのは全く関係ないんであの1000人超えたら一緒なんでね1000人の,の YouTube のアカウントと100万人のアカウントとそんなに収益の差ってないですから。だから登録者を増やすことっていうのは あの利益にはつながらないんで別になんか登録者が増えたら利益が増えるって勘違いされてる方いるんだけどそんなんじゃないです今の YouTube は昔の1再生何円とかもそんな簡単な話じゃないですからねあのもう全然広告単価も全然違うし内容によってはだから、まあ、そんな浅はかなレベルではないということなんですよ YouTube っていうのは YouTube の発信力を鍛えることによってこういった大企業様の本来 公開できない部分ももしかしたら公開できるようになるかもしれないです、まあ、それは僕が実績を積んで初めて動かせることですので、まあ、実績のない人間がねいくらあのどうこう言ったって絶対無理ですから、まあ、そういった意味で僕はこのリバーズエコチャンネルっていうチャンネルをもっともっと大きくしていきたいと思ってます安村メタルさんチャンネル登録者数4万人おめでとうございます本当に <laughs> 最初はリバーズエコチャンネルの方が多かったんですけど もう本当にね、今ではもう4倍の差というかね、もう4万人ですからね、本当に素晴らしいなって思います。やさぐるメタルさんのそういった努力があっての4万人ですので、たまたまバズって4万人ではないと僕は思ってます。本当にやさぐるメタルさんのコンテンツっていうのは、本当、もう相当に努力がもう見えますから、僕は本当に尊敬しています。であのそののユタボンね、えー その関連の動画でなんかもうネタがないんですかみたいなねことをね言ってる人がいたんだけどあの言っちゃ悪いですけどもうネタめちゃくちゃあるんですよもう取り上げたいことがもうめちゃくちゃあってで取り溜めしてる動画とかもめちゃくちゃあるんですよ。だけれども あのー僕は YouTube だけでやってる人間じゃないですから当然仕事をしてした上えでまあ今この1時一時前とかもう夜中とかそういった時間の空いた時間に動画を撮ってあげるっていうのが精ああの精一杯なんですよね正直言うとだからそういった時間の制約的な部分があるからゴリゴリに編集してそういったものを動画にあげるっていうのがめちゃくちゃ大変なんですよまあ皆さんん動画編集ととかかしたこなない人はもうなんか あの、どこからともなく動画が、あの、勝手に出来上がって、勝手に上がると思ってるのかどうか知らないけど、イカの、イカのね、刺身みたいなこと言う人いるけどね、イカ、イカさんがね、泳い、泳いでね、それを締めてる動画を見てね、イカさんかわいそうつって批判する人がいるけどね、あなたが食べてるイカの刺身っていうのは、そうやってイカを締めて、で、新鮮度を保って、で、しっかり切って刺身にしてる人がいるから刺身を食べてるわけであってね、でそういった刺身しか食ったことないやつって、その、 背景だから、こう、リバースエコがこうやったあの、僕がこうやってカメラの前で話す動画っていうのは、極めて編集する時間が少なくて済むから簡単に上げれるだけであって、そういったゴリゴリ編集した僕が本来上げたい動画のコンテンツっていうのは、そんな簡単に上げれるもんじゃないんですよ。その、どっかに委託してるわけでもないですしね、僕が全部編集してやってますから、そんなに時間ないんですよ、はっきり言うと。 でそう,そういった背景も何も分からずネタがないんですかとかそんなことを、ね、言,言うってね本当にそのイカの刺身の人の思考そのものやなと思ってイカ,イカの刺身が刺身の状態で泳いでくるのかっていうことなんですよ、どこからともなくそうやってあの僕が伝えたい動画のコンテンツが勝手に編集されて勝手に上がるわけじゃないですからね。 本当にもうそういったところの背景がわからない人って結局なんかそのユタモを擁護してる人間たちの共通点な気がしますけどね本当になんか本当にその何て言うんですか物事のそういった感謝であるとか背景であるとかそういったことがもう何一つ分からず目,目の前の目先の事象のことでしか判断できない人が本当に多いような気がしますね、はい、昨日あげた猫ちゃんの動画猫ちゃんの動画もあれは 4月の終わりぐらいですね4月の終わりぐらいに撮った動画をようやくちま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 編集してようやく投稿することができたっていう感じなんですよ。だからそんな簡単に動画がパッパパッパ上がる、ね、そんな魔法の、ね、コンテンツじゃないんですからだからもうそういったことも含めてね僕がそういったユタボに怒ってる動画がまあ数字が伸びて僕が一生懸命三太郎とのコラボ動画あれ、あのー、編集するのに。 20時間ぐらいかかってるんだけど、そういった動画は再生数が全然伸びないっていうね、もうそのまさに、その YouTube の、なんて言うんだろう、まあ、闇というか、まあ、そういったもう、結局そう、そういった炎上チックなものが伸びるっていうのは本当によくわかるんですけどね。だから不謹慎系 YouTuber がこの世から消えないっていうのもよくわかるし、やっぱりそのリスナーさんっていうのはそういったあの背景にある っていうのも多少は理解できるうこうやって YouTube に力を入れられるのはもう本当にうちのスタッフもう非常に優秀なスタッフのおかげでこうやって僕が YouTube を撮って編集する時間を与えていただけてると思ってますもう本当だったらねもうこんな時間ないですからだから本当に感謝でしかないですもう本当に感謝ですもうリバーゼコの優秀なスタッフには感謝です まあ色々本当にいろいろネタあるんで、ちょっともうどれから出していくか、大体もう雷親父のせいで予定狂っちゃったんですよ。あいつがいきなり絡んでくるから。ほんと。まあ、言っとくけど、あのー、マジで、あのー、あいつがいきなり絡んできたんでね。マジで。あの、なんか、本当に、もう誰だよお前みたいな感じで、いきなり絡んできたからね。だからあ、あの週に結構俺、あげる予定だったんだけど、あの週が全部雷親父関連になっちゃったから、 もうそれでいろいろ狂っちゃってんだよね。うん、まあねもう、YouTube してると、やっぱりいろんなね、えー、人が、まあ、絡んでくるうと思うんですけれども、まあ、そういったこともね、まあ別に、まあ僕は嫌いではないので、はい、まあ、うん、まあ、ちょっと、はい、まあ、これからも頑張っていきたいと思います。まあ、もう少しで1万人というね、ところまで、えー、来ておりますけれども、 まあ僕はね、そんな1万人っていう数字は簡単にいくようなものではないと思ってますので、ただ、これからも日々努力して、えー、日々、えー、自分の伝えたいこと、自分の発信したいことっていうのを最大限、えー、やっていきたいと思います。それでは